俺らの勝ち筋でもしかしたらココイチを押し付けたことだったかもしれない。いやでもそれあったかも。水飲んじゃってたもんな。いや皆さんね、痛みに耐えてよく頑張った、感動した、うるせえ、やだろまあでも本当に哲也、見てきましたし、北川選手とのね、このミット打ちも間近で見てきたので、このまあ俺的には感動したもう本当に痛みに耐えてよく頑張りましたね。いやもう頑張った。あそこから結構ノンストップで歩いたんじゃないの。ちょっと5分座ります。もう動きません。痛みに耐えてよく頑張った、感動した。本当にアジアの皆様は、ね、動画見てないと思いますけど、あなたたちはすごいすごいと思いますすごすぎる。よく頑張った、痛みに耐えてよく頑張った、感動した選手の記録に直結するということを理解しながら応援に行くようにしましょう。はい、はい、走る側もね、応援に対する感謝も忘れずに、はい、よく頑張った、みんなよく頑張った、誰に耐えてよく頑張った、感動した。ちょっとここからはね、ざっと計算しちゃいます。ということで計算結果出ました。私はこの1年で課金した金額216,660円です。はい、これがね、本当は365万円になるはずだったと考えると、私の達成度はもう半分以下と言えるのではないでしょうか。まあお金がもったいなくて嫌になってやめちゃったとか、もうサボったろと思ってサボっちゃったとかじゃなくて、シンプルにうっかり寝てしまうだけで達成できないってことを考えると、ミスなく1年間ね、縛り生活をしていたはじめ社長は本当にすごいと、改めて感動しました。感動した。ということで虫眼鏡大失敗。あまりにも感じなすぎるな、何も。天麺ちゃんは、天ちゃんめっちゃあるやん。何これ、天ちゃんの甘さじゃん。え、これってなんで排除したんだっけ。天ちゃんだ、やったー。使い切っちゃうこれ、もう買い取ります。はい、豆味噌本味天麺ちゃん、満腹に耐えてよく頑張った、感動した、残念。10年やってちょうど700万って感じだな。面白いね、すごいですね、ちょうどいいな、1年70万、まあまあ素晴らしいペースじゃないか。素晴らしいよ、1年70万ってな、すごいことだよ。よく見てよ、よくやった。ネタ切れに耐えてよく頑張った、感動した。1年70万に伸びてってことは、70万に伸びてってことだよね。あ、小泉さん、小泉さん公文が、公文が出ちゃった、やばいすぎる。チャンネル登録が増えてってことは、やばいやばい、発表された、発表された、あー、発表された。いやー、行ったか。そりゃそっか、偉い偉い。行ったね、一旦大台に乗ったことをね、喜びましょう。はい、ようやった、偉い、ようやった、ようやった、素晴らしい、感動した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 、感動しました。私は今事実を申し上げます。いやいや待って、麻生さん、皆さん、無理なもんは無理という言葉はご存知ですか。あれあれ、誰ですか。私は事実を申し上げてまでです。それはどういうことでしょう。皆さんに覚えて書いてもらいたい言葉があります。はいはい、無理なもんは無理急に増えすぎだ、最終問、はい、麻生太郎氏の似顔絵を描きなさい。うわー、圧倒、そっか忘れてた。そう、これ非常に惜しかった。結構いいね、これね、これ思わず丸を上げちゃいそうだったんですけど、うまいね、やっぱり私からしたら麻生さん、ハットが必要でしたね。これは確かにね、おかしいでしょって言えんな。いや、麻生さんといえばってね、確かに三角だわ。うわー、ちょっとこれボンミスですね、うん、出品者への質問が来てますね。未回答の質問が4件あります。何でしょう。毎日投稿、麻生太郎の旅行チャンネルへ変更は可能でしょうか。麻生太郎さん本人が落札した場合は可能です。そうでない場合は、毎日投稿麻生太郎の旅行が見たいチャンネルなどにしてもらう必要があります。送信。これを俺が作りました。うん、まあ、真っ赤ではないですよね。うん、確かに日本人っていうのは何でもかんでも中に例えないとおしゃれじゃないと思う嫌いがあるからね。何でもかんでも分類したがる。分類したいですよ。いや、あなた、あ、最近文化まあ、君たち、ね、そうなんつってかわかんねえけど、二人とも正しい文化か。愛、愛だとか、恋だとか、縁だとか、運だとか、文字片付けない、気がしない。現在の岡崎市長は誰でしょう。あ、違う、やばい、わかんない、違う、なんで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 、違うのか。中根康弘。そうだろう、柴田です。次の質問、はい、印象に残ってる総理大臣は。ここやなんでそれ聞いたの。りょうくんさん、お願いします。小泉純一郎、菅直人、菅さん、俺麻生さんだと思うんだよね。
ああ。お気に入ったらこれか安倍さんのどっちかそうなんだよ。じゃあ答えの方いきます。はい。森総理。おいおい、おかしいだろ。実家のすぐ近くに住んでる、ちょっと小学校の時仲良かった市議会議員さんが顔そっくりなんですよ。ちなみに俺、森さんの書いた人ね、存じ上げません。マジ